シブコちゃん曰くグリーンがパヤパヤと言ってましたね <laughs> はいアメリカ女子ツアーのアセンダント LPG への組み合わせとあとシブコちゃんたちの情報なんかをお伝えしたいと思います、まあ、テキサスなんですけども、ね、時差は14時間ぐらいですね最初に出るのがシブコちゃんが、まあ、ポーラクリーマーとジャスミンスワンナプラと一緒ですけどね まあ日本時間だと21時58分なので、まあ夜の10 22時から、まあスタートっていう感じですよね。で、まあ注目されるのは多分この組じゃないかな。レクシー・トンプソンやアッテヤ・ティリ君、セリーヌ・ブティエとかね。あとチャーリー・ハマさんもいますよ。<laughs> チャーリー・ハマさんね。<laughs> レオナ・マグワイアとか、あとチョン・インジね。インジ・チューンって書いてありますけどね。チョン・インジですね。はい。キム・ヒョウジュはこちら。 まあ右側には書いてありますけども西村優菜ちゃんは夜中の2時59分ですね勝みなみちゃんは3時21分ナンナコルツマドケルツって書いてあるけどナンナコルツマドセントアレクサ・パノー選手ですねまあ勝みなみちゃんはエッティがねあの去年まあマッチプレーでね負けた相手ですよね韓国のチン・ウンヒジーナ・キムと同じ組になりました まあ渋子ちゃんなんですけども先週予選落ちしてねまあ気分も落ち込んでいたかもしれないんですけどもねインタビューにはもう明るく答えてたみたいですね晩ご飯にカレー食べたら少しだけ元気になったと言っていたそうですけどねちょっと安心しましたねまあ移動はテキサス州なのでまあ車で5時間ぐらいかかって移動したそうですけどねまあ選手は車の中で寝てるでしょうからね 運転するわけじゃないので運転するのはあのカブツアーの人たちねまあ運転しない人もいるだろうけどねあのちゃんとついてくれてる人はねだからあの同同じ年の,あの西畑萌かちゃんがカブツアー今年出てましたけど自分で運転してね8時間9時間ぶっ続けで運転してパーキングエリアでご飯食べてで写真撮ってインスタあげて あと3時間かかりますとかね <laughs>。いやとんでもない子だなと西畑萌歌ちゃんねすごい子ですよ。まあ、今年ちょっと調子悪くてねなかなか成績残せてなかったんですけど、まあ、そんなあの子たちがいるカブツアーですけども、まあ、上の LPGA の選手たちはね、まあ、あのちゃんとサポートが周りについてくれてる。 とということでね、まあ寝て西村優菜ちゃんの中もねあの5時間かかったけど私は寝てたのでってハはハはって笑ってましたけどねまあそりゃそうだよねはいまあ車で移動する時に途中でハンバーガー食べたりしてねもうね先週の予選落ちはもう切り替えられましたと言ってましたからね初日からまたスタートダッシュ決めてほしいなと思いますよねまあ食べ物の力は偉大ですよね 先週思ったんだけど、しぶこちゃん痩せたよね。見た方、そう思いませんでした。私、痩せたなと思ったんですよね。あの、去年の三菱電機レディース、目の前で見たときに、ね、あ私、見に行ったときに目の前、もう、ほんの1、2メートルの前をこう歩いていくところにいたのでね、見たら、あれ、ちょっと細くなったなと思ったら、私の隣にいた知らないおばさんがね、 しこちゃんん痩せたたわねなてて言っ,て言ってたあやっぱり、ね、知らないおばちゃんだけどあのこのおばちゃんが見ててもまあ痩せたと思うんだから俺の感覚多分正しいんだなとその時思いましたけどあんな感じでちょっと細くなったよなっていう風な印象を受けたんですよね。はい まあ、わかんないですよ。あの、服着てるからね。どうも本当はどうなったかわかんない。脱いでみないとね <laughs>、わかんないですけどね。はい。まあ、今回のこのコースは、オールドアメリカン GC って言うんですけど、比較的フラットなコースですね。しぼこちゃんが言うには、まあ、乾燥してるか。まあ、ドライだって言ってましたけどね。まあ、ドライってことはやっぱりよく転がるだろうね。下硬くなってね。で、グリーンが小さいそうなんで、 グリーンが小さいと目標が小さくて絞りやすいからいいっていうナッサーみたいな選手もいればね小さいから狙いにくいっていう人もいるんですけどねまあ手前から転がして乗せていかないきゃいけないのかなと花道のだいぶん手前からねゴロ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 っと転がして乗せないといけない感じのシーンがよく見られるのかなとかまあスピンで止められずにねグリーンオーバーしちゃって な難しい奥からのアプローチが残ってちょっと伸ばし合いにならないのかなってまあちゃんと止められた選手は伸ばして伸ばせなかった人とのこう差がグワーンとついちゃうのかなっていうのは思ったりしましたね芝、まあ、もバミューダですからねちょっと難しくなるんじゃないかなと思いますけどね渋子ちゃん曰くグリーンがパヤパヤと言ってましたね <laughs> グリーンがパヤパヤってどういう意味なんだろうね <laughs> あのパサパサとかガサガサっていうことらしいですけどねまあちょっとよくわかんないですねパヤパヤ <laughs> まあグリーンのラインがね読みにくいだろうけどあの JB さんとね JB さんってあのジョン・ベネットさんですねあのキャディやってる横峯横さくらちゃんのキャディをずっと長いことしてた選手あのキャディさんですけどねまあ相談しながら 読めたらいいいですねと言っていま,した、ね、まああの全英女子オープン取った時のね代名詞ともなったじゃないですかあの時の壁ドンでねしっかり打ってパットをねしっかり打ってオーバーしてもいいぐらいにね打ってバーディーパット入れまくってほしいなと思いますよねであの放送なんですけどもワウワウがまあ,あの日本人専用カメラとライブ配信やってくれますけども初日はね 西村ゆなちゃんと勝みなみちゃんに着くんだよね。日本人専用カメラ。ちょっと時間的にね、しぶこちゃんが先に出るので、まあ、後半スタートのゆなちゃんとみなみちゃんの二人を追うという感じですね。カメラ三台って言ってますからね。まあ、こっちの方を映すんでしょう。まあ、しぶこちゃんもカメラは付くでしょうけどもね。放送はそっちの方メインになるっていう感じのことを言ってました。はい。 まあ、しぼこちゃんファンとしては、しぼこちゃん映さないのかよって、せっかく金払ってワウワウ見てるのは、しぼこちゃんが見たくて入ったのにとかね、言う人もいるかもしれないけどね。はい。その、かつみなみちゃんと西村えなちゃんなんですけどね。かつみなみちゃんの方は、左でパッと打つ練習してましたね。まあ、パッとさえ入ればっていうふうにね、ショットはいいので、パッとさえ入ればというふうに先週言って悔しがってたので、 まあ、パッとさえ入れば、もう、先週のゆなちゃんみたいなことが起きるかもしれないですよね。優勝争いまで来るかもしれない。先週に、ボールを変えたそうなんですよ。あの、スリクソンの Z スター使ってるんですけど、勝みなみちゃんは。Z スターの XV から、Z スターダイヤモンドに、ボールを変えたそうなんですけども、まあ、ボール一つ変えるんでも、 プロの方たちってもう感覚が我々アマチュアよりかなり鋭いですからねそういう変えるっていうのは本当にこう長い時間かけて様子見ながら変える選手が多いらしいですけどねあのパッと変えちゃう人もいるけどまあ、そういうのはなく勝みなみちゃんもすぐに変えられたとあの長いクラブで打ってもグリーン上で止まる球が打てるということらしいのでね、はい 私も病気する前、Z スター使ってましたけどね、あの、今、ね、時々、あの、インドアのレッスン、たまに時間のある時にね、習いに行くんですけど、そのコーチが言ってましたやっぱり Z スター飛ぶんだよね、と。だけど、あの、インドアの、あの、そこのレッスンで使うボールって飛ばないボールなんですよ。だから、あの、映像でね、あの、何ヤードとか。 ヘッドスピードいくつとか、あの、装置がね、表示してくれますけど、そこの表示よりも10ヤードぐらい飛ぶように実際はなるよと。Z スターなんか使ったらなるよと。飛ぶボールなんか使っちゃったら、ネットがすぐ壊れちゃってダメなんだよと言ってたのでね。飛ばないボールで、あの、インドアのスクールはやってるところが多いみたいですけどね。やっぱり Z スター飛ぶって言ってましたね。で、XV は飛ぶっていうよりもなんかこうスピンが効く。 っていうような話を聞きますけどね。打つ人にもよります。はい。あの、プロが打てばそうなるんじゃないかなと。でも、それをねアマチュアがや、アマチュアがやっても、まあ、そのようにはならないケースもありますよ、という感じですよね。はい。あと、西村ゆなちゃんは、まあ、コースがやっぱり先週より難しいって言ってましたね。練習ラウンドをやってみて。 CME ランキングも61位にジャンプアップしましたから、まあ、ランキング60位までしか出れない最終戦も出れるようになるかもしれないっていうところまで来てるのでね、まあ、ゆなちゃんももうまたあのゼロからの再出発と思って切り替えてやるっていうふうに言ってましたのでね最終戦出てほしいですねぶこちゃんもみなみちゃんもね優勝争いして は、まあ、あの、最終戦に出てほしいなと思いますね。最終戦、優勝賞金が、1ドル150円で換算すると3億円ですからね。はい。優勝賞金200万ドルですよ。優勝賞金ですよ。あの、試合の、あの、賞金総額じゃないですよ。優勝賞金ですよ。ね。あの、日本のツアー、賞金総額1億円とか、高いとんで2億円とか。 ありますけどね。優勝して、その選手一人に支払われるのが3億円ですからね <laughs>。最終戦は。まあ男子は十何億円だっけ、まあ、男子のは、アメリカツアーの男子は儲かってるからね。ねアメリカ女子ツアーは赤字なんですよね。そういうふうに言ってました。なかなか人が入らないと。やっぱり男子を見たがるんですね。アメリカ人はね。はい。 カメラバシャバシャ撮っていいからね、映像撮っていいし、あの、一ホール一ホール、なんかこう、男子の方が感情を表す選手が多いから面白いんじゃないですかものすごい派手なガッツポーズしたりとかね、選手が盛り上が、あの、選手がっていうか、ギャラリーが盛り上がるんですよね。女子はそんな、ね、あの、エッティみたいにあまりこう、感情を出さない選手も多いのでね。 まあ乗ってこないというか見てる方がね。はい、あ,あちらさんはみんな、ね、酒飲みながら見てるからね。はい。ビール片手に見てるから。やっぱりあの,の、乗せてくれる選手がいいみたいでね。なかなか女子の方は儲かってないですけどね。またしぶこちゃんが盛り上げてほしいなと。試合中なのにハイタッチしながら次のホール行ったりとかね。してほしいですね。<laughs> はい。ということで、まあちょっとしぶこちゃん、ワウワウには今日は。 あの、映る時間短くなると、まあ、ダイジェストぐらいでしか映らないかもしれないけどね。はい。あの、ご覧になる方、ぜひ楽しみにしていてほしいなと思います。今日は以上です。